1兆円企業を作った永森さんの考え方。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は成し遂げる力について解説していきます。あなたは成し遂げたいと思ったけど苦しみから逃げてしまったことはありますか？実は苦しみから逃げてしまうのか飛び込むかでその後の人生は大きく変わります。この本の著者の永森さんは1973年に日本電産を創業してから48年間勤めてきた経営の最高責任者を初めて譲りました。京都の自宅6畳まで仲間3人と共にたった4人で日本電産を創業したのは永森さんが28歳の時でした。この時は人もいなければお金もなかったです。お金がないだけではないです。設備も良くなくスキルも知名度もなかったです。まさにゼロからのスタートでした。当然苦難の連続が続きました。創業期には仕事なんてなかったです。そして注文が入るようになってからも資金不足に苦しんでいました。ようやく落ち着いたと思ったら今度は人材不足で頭を抱えました。しかし永森さんは気概と執念だけは誰にも負けなかったです。気宇壮大な夢を描き夢を諦めずに持ち続けることが大切です。必ずや幸運の女神は微笑み努力が報われる時が来ます。夢が大きいほどやってくる苦難っていうのは大きいです。この動画では著者の永森さんがこれまでの経験の中で培った成し遂げる力について4個解説していきます。苦難や困難から成し遂げたい人、人生を変えたい人はぜひ最後までご覧ください。1兆円企業を作った人の考え方がわかります。話が響いた、良かったと思った人はいいねボタン、コメントをもらえると嬉しいです。1個目、1番を目指せ、力は後からついてくる。永森さんは子供の頃から一番になることしか考えていなかったです。銭湯に行った時は靴を入れるのは決まって一番の下駄箱でした。また友達と野球をする時もピッチャー兼4番バッターじゃないと気が済みませんでした。創業したばかりの頃も永森さんはたった3人の従業員を前に目指しているのは零細企業や中小企業ではなく兆円企業であると明言していました。そして日本電産は創業当初に掲げた目標の売上高1兆円を達成しました。一番にこだわり続けて目指してきたことで夢を叶えてきました。そんな永森さんが一番にこだわる原点は永森さんのお母さんにありました。子供の頃永森さんは友達との喧嘩に負けて泣きながら家に帰ってきました。この時永森さんのお母さんは一切慰めなかったです。お母さんはなんで負けたんだ、そう厳しく叱りました。永森さんが喧嘩に勝てない理由を伝えても聞く耳を持たなかったです。永森さんのお母さんは小さな体のお相撲さんでも大きなお相撲さんを投げ飛ばしている、そう言いました。そして永森さんにもう一回喧嘩してきなさいと家から追い出しました。永森さんのお母さんがここまで勝ちにこだわったのは大人になってたくさんの困難に出会うことを体験を持って教えたかったからです。永森さんはそう考えています。永森さんのお母さんの教えがなければ兆円企業になるという明言はしなかったです。また勝ちにこだわる人でなければ一番を目指したり困難に屈しない強い心を持つ永森さんは存在しなかったです。子供の頃っていうのは親の厳しさに不満を持つ人が多いです。しかし大人になって社会に出ればありがたかったと感謝することもきっとあるはずです。親の教えには必ず意味がある。それを絶対に忘れないでください。社会に出ると様々な出来事に遭遇します。いいことばかりではないです。辛いことの方が多いです。子供のうちにそれに対応できるように備えておく必要性は十分にあります。続いて2個目、苦労に飛び込め、やがて人生は輝く。2011年の夏から秋にかけてタイで大洪水が発生して現地に展開していた日本電産の工場は被害を受けました。現地責任者の工場長から連絡があり堤防が壊れて避難命令が出ました。しかし永森さんは逃げるなと指示をしました。社員の心を一つにまとめて復旧作業に当たると命じました。
工場の再開が遅れると顧客に迷惑がかかり、現地社員の雇用にも影響が出るからです。対策会議で復旧のためならあらゆる手段を講じろと言って、永森さんはできる限りの支援をしました。炎天下、そして泥水による異臭が漂う悪環境の中、社員全員が一丸となって復旧のために力を尽くしました。一方、機械を運んだ工場では水に浸かった機械を直ちに修理してフル稼働させました。こうした社員の沸騰が功を奏し、工場の生産量は倍近く伸びました。被災した工場の落ち込みをカバーして顧客への損失を最大限にとどめることができました。困難に見舞われた時、苦難がやってきた時、そこから逃げるのか、あるいはそこに飛び込んでいくのか、その後の展開は大きく変わります。永森さんがそのことを身をもって経験した2つのエピソードをこれから解説していきます。1つ目、苦境の中でこそ人も会社も進化が問われる。本当の人間の進化が見えるのはうまくいっている時ではないです。苦境に陥った時です。2008年のリーマンショックは日本電産にとってかつてない危機でした。一時的に売上がピーク時の半分以下になりました。当時は経済危機が4年から5年続くと言われていて、普段は強気の永森さんもどん底に落とされました。また危機感を通り越して恐怖感にも襲われました。永森さんは生き残るためにまず資金を調達しなければいけない、そう考えました。財務担当者に聞くと、こんな時期のためどの銀行にも融資の申し込みが殺到していますと返答されました。永森さんはそんな状況の中でこそ企業の価値が問われると思いました。危機の時こそ積み重ねてきた信用と経営姿勢がどれだけ評価してもらえるか、それが明らかになります。その結果、銀行は他の会社からの申し込みを断ってでも日本電産にお金を貸してくれました。これまでの業績が申し分なかったからです。また様々な困難を乗り越えてきた実績と危機への対応の速さが評価されたことで、日本電産にお金を貸してくれたようです。永森さんは難局を乗り切るべく100年前に大不況の事例を参考にして独自の解決策を編み出すことに全神経を集中させました。そして一気に構造改革を断行すると同時に、どの企業よりも早く賃金カットを実施しました。その結果、傷口が広がらないように手を打つことができました。苦境に陥った時は逃げ出さないでください。そこで人間の進化が問われます。苦しみから逃げ出すものと踏みとどまって解決したものとの差は歴然になります。全力で逆風に立ち向かい、それを乗り越えた時、大きな力をつけて輝かしい未来へと踏み出すことができます。あなたも危機からは絶対に逃げ出さないで挑んでほしいと思います。続いて2つ目のエピソード、悪いことの次は必ずいいことがやってくる。これまでの人生を振り返ってください。いいことよりも悪いことの方が多かった、そう思う人は今喜んでください。なぜなら必ず素晴らしい人生が待っているからです。永森さんは父親が亡くなったことで高校の進学を諦めて家計の手助けをするつもりでいました。しかし中学の先生が高校は行かせてほしいと熱心に永森さんの母親と兄に勧めました。永森さんは奨学金で高校の電気科に進むことができました。高校に行けたのは良かったけど、今度は学費と自分のお小遣いを稼ぐ必要がありました。そこで永森さんは学習塾を始めました。全教科を教え、進路指導までして生徒たちは全員志望校に合格しました。評判が口コミで伝わって、多い時には80人以上の生徒を抱えていました。高校卒業後は担当の教師が、学費が安く奨学金をもらえばほとんどお金のかからない大学がある、そう教えてくれたため、職業訓練大学校に入学することになりました。永森さんの人生は常に貧しさがつきまとっていました。しかし悪い人生ばかりではなかったです。苦労があったからこそ、それがプラスに働いて経営者としての地位を確立しました。永森さんは6年間の会社員生活を経て28歳で起業しました。家族からは大反対されましたが、必ず成功すると信じていたため決心は変わらなかったです。そして日本電産を作りました。しかし物を作ろうにも工場がなかったです。そこで新聞に工場を求むという広告を出したところ、申し出がありました。
30坪ほどのスペースに中古で買った旋盤と研磨機だけを置いて事業をスタートしました。昼はいろんな企業に必死に営業して、夜になると遅くまで試作品の開発製造に取り組みました。苦労も多かったけど、志を共にする仲間と一丸となって頑張っていくうちに、少しずつ会社は大きくなっていきました。やがて新工場もできて、従業員も徐々に増えて、海外にも進出しました。長森さんは、一歩ずつ夢が実現していく喜びは何にも代え難いものである、そう感じたそうです。まさに戦友好楽です。先に大きな苦労を体験したからこそ、本当の喜びを知ることができます。苦しい思いをしていたとしても、頑張っていけば必ず成功への明かりが見えてきます。朝が来ない夜っていうのはないです。出口のないトンネルもないです。暗く長いトンネルも出口に向かって懸命に歩き続けると光が見えてきます。永遠に悪いことが続くわけではないです。一歩一歩進んでいけば、いい兆しが必ず見えてきます。あなたもこれを信じて前進してください。続いて3個目、変化を捉えよ。大きく見て小さく歩む。世の中の流れをつかみ対処していくためには、鳥の目が必要です。遥か上空から地上を見下ろして、全体の様子をつかむのが鳥の目です。どんなに調子のいい事業でも、ピークアウトは必ず訪れます。このことを忘れて、いつまでも事業にしがみついていたら、会社に未来はないです。中長期的な視点に立って、次の一手を打つことが何よりも大事です。長森さんが時代の先読みをする鳥の目で、日本電産を急成長させた方法をこれから伝えます。大きな変化を決断するときは、丹念なリサーチが必要です。1995年の時、パソコン市場の好況を受けて、ハードディスク用モーターの需要が順調に伸びました。しかし、そういう時だからこそ、次の手を打っておく必要があります。この頃、地球環境の保護に対して世界的関心が寄せられるようになりました。また企業に対する CO2 削減の要求が高まっていました。それによって自動車メーカーも低燃費自動車開発へと力を入れ始めていました。パワーステアリングの油圧ポンプをエンジン出力からモーター駆動に転換することによって、燃費が数パーセント下がります。いずれパワーステアリングはモーター駆動に切り替わっていく、そう長森さんは先読みしていました。しかし、その開発は困難を極めました。プロジェクトチームのメンバーはあまりの激務に頬がこけて、社内でゾンビ集団と比喩されるほどでした。しかし、懸命の努力によって取引先からの評価は徐々に高まっていきました。そして日本電産のモーターを搭載した BMW の車がモーターショーで紹介されると、パワーステアリングは一気にモーター駆動へと切り替わっていきました。自動車のパワーステアリング用モーターへの参入は、いずれも社運をかけた大きな決断でした。それだけに社内には不安がありました。しかし、大切なことは、世の中の流れを見て常に先回りすることです。周到な準備をして、ここぞという時に勇気を持って一気に攻め込むべきです。長森さんは単なる直感や思いつきで動いたわけではないです。得意先の意見や専門家の考えを聞いて、市場の調査を実践して膨大なデータを集めていました。また国内だけではなく、世界各国からの情報も集めていました。それらの情報を分析して、一旦立てた仮説を修正しながら方向性を定めました。地道な調査と情報収集が必要不可欠です。これをおろそかにすると、鳥の目をもってしても事実をつかむことはできないです。周到に準備した膨大なリサーチと情報収集をもって勝負に出ることを決めたら、あなたもやり抜いてください。4個目、未来への新たな取り組みが始まっている。長森さんは、人材育成など社会に少しでも貢献できる分野に力を注いでいくようです。長森さんが師と仰いでいる実業家の稲森和夫さんは、心の美しさや利他ということを盛んに言っています。当初、長森さんはこう思っていました。厳しいビジネスの世界なのに、綺麗事を言っていないか。しかし、最近では長森さんも残りの人生をいかに世のために生きるか考えるようになりました。長森さんは公益財団法人を作って、モーターの研究や開発者を育てています。また最先端のがん治療施設を京都府立医科大学に寄付しました。長森さんは高齢者医療にも何らかの形で助成していきたいと思っています。特に都市部ではない
郊外や地方に住んでいる高齢者に対する医療はまだまだ脆弱です。これから一層加速する高齢社会への不安は高まっています。こうした問題に永森さんは一石を投じていきたいと考えています。そして今最も力を入れているのが大学改革です。京都先端科学大学を拠点に偏差値の重視やブランド大学重視を変えていきたいと考えています。また世界に通用する人材を育てたいと思っているようです。永森さんは若者に夢と希望を与えたいと願っていて、今まで200億円を投じてきました。そしてお金をこれからもつぎ込むようです。永森さんは新しい50年計画を責任持って見届けるために125歳まで生きるつもりです。今後も社会に貢献できるように永森さんは健康には細心の注意を払っています。お酒は飲まないし、もちろんタバコも吸わないです。また1時間ほどトレーニングも行っています。永森さんは未来への社会貢献のために本気で125歳まで生きる準備をしています。今は人生100年時代です。あなたも未来に向けてぜひ取り組んでほしいと思います。今回は日本電産を1兆円企業にした永森さんのストーリーを解説しました。この動画が良かったという人はいいね、コメント欄にメッセージもらえると嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。